皆さん、こんにちは。ワンダリクルフィジです。では、今回は、新ギレンの予防、ベリーハードチャレンジ。新しく、ランバラル編を始めていきたいと思います。ランバラルはですね、イージー、ノーマル、ハードまでクリアをしていて残っているのが、このベリーハードになります。では、ベリーハードなので、介入キャラクター、階級モビルスーツを選択していきましょう。まあ、ランバラルはね、ガルマの仇討ち、仇討ち部隊として地球に降下してくるので、まあ、本来だったらですね、まあ、ガルマなんかは登場させるべきキャラクターではないと思うんですが、ここはガルマには復活してもらいましょう。で、その他デニム、ジーン、スレンダー、これもね、最初にやられてしまうアムロの前に敗れ去るキャラクターですが、これも復活。ガデムも復活させます。で、あとですね、まあ、変わり種、というところではですね、まあ、本来だったらどうかというのはあると思うんですけども、まずレズン、これはキャラクターだけ介入させたいと思います。まあ、将来的にはエースになってもらいたいというところですね。あとは、ライル。まあ、これは逆襲のシャアの時のレウルーラの艦長なんですけども、今回はムサカに乗って出撃してもらいます。これ理由が一つあってですね、ランバラル編の場合だと介入させたキャラクターがサイド3に配属されます。で、サイド3に配属された状態で、序盤はですね、ランバラルがまだ特務部隊の隊長という立場で、キャラクター、あるいはその、モビルスーツ、ユニットとかをですね、輸送することもできないので、サイド3に配備されてしまった部隊を、このムサカに乗せて地球に降下させるというのをね、やるために、このライルにはムサカに乗ってもらいましょう。では、始めていきます。宇宙世紀0079、10月6日、宇宙攻撃軍司令ドズルザビ中将の命を受け、一隻の戦艦が大気圏に突入する。攻撃目標は連邦軍の V 作戦木馬および新型モビルスーツである。地球方面軍司令ガルマザビ大佐の戦死からわずか2日後の出来事であった。面白いものとは何だ？我が軍の識別表にない戦艦をキャッチしたのであります。例の木馬だと思われます。ガルマ様の敵を討つチャンスというわけですか？そう急ぐな、ハモン。では、このまま見過ごすおつもりですか？私の任務はガルマ様の仇討ちだ。ドズル中将から直々の命令を、なんてやり過ごすものかよ。はい。木馬撃破任務。木馬ごとホワイトベースの撃破。これがね、最初の目標になります。で、このホワイトベースを撃破すると、いわゆるガンダム、ガンキャノン、ガンタンク、V 作戦で建造された、これらのモビルスーツを鹵獲することもできるということなので、まあもちろんね、ホワイトベース撃破を最優先に狙っていきたいと思います。それにしてもランバラル、この風貌で35歳ですからね。噂の木馬か。データを収集しろよ。やはり指揮官らしく収まっているあなたより、こうやって出撃なさる時のあなたを見る方が好きだな。私もそうだ。この方が似合っている。ハモン、行ってくる。戦果を期待します。木馬を発見。これの撃破狙っていきたいというところなんですが、とてもですね、このベリーハードの場合、特になんですけども、ランバラールが持っている戦力、ザンジバル、それにハモンさんですね。で、クランプ、コズン、アコース、これがザーク2の J 型、それにランバラールがグフに乗っている状態なんですけども、これではとてもホワイトベース倒すことはできないので、まあ、戦力温存するために、ここはあえて戦わずに行きたいと思います。この先ですね、ウラジオストク方面に移動する必要がありますので、もうそちらの方向にね、徐々に移動しておきましょう。そして肝心の、
今回介入させたキャラクターたちなんですけども、ここにいます。でまずはムサカに全部乗せちゃいましょう。その上で出撃していきます。このまま行くとどうだろうな、だいぶ地球上空まで行くのに時間がかかってしまいそうですが、のんびりえちらおちら進んでいきましょう。ランバラルは35歳という設定になってたと思うんですけども、この時のハモンさんってどうなってんでしょうね。ハモンさんもね、20代後半ぐらいなのかな。まあ、気になるところなんで、機会があれば、ウィキペディア等で調べておきたいと思います。目的のデータ収集は完了した。深追いはするな。一度撤退するぞ。週刊収集、ロック急げ。ブリッジに伝えよ。目くらましの巨大投降機用意。戦線より離脱する。木場め、思ったよりもやりよる。モビルスーツ3機を確認しました。他にも艦載機があるかもしれません。木場を落とすしかないようだな。作戦を練り直した方がいいだろう。消失しました。闇雲に探しても無駄だな。レーダー網に引っかかるのを待とう。木場の反応消失ということなので、この後木場がね再び現れるまでの間、しっかりと次の作戦に備えておきたいと思います。どうなんだろう、間に合うかな。ここにいるムサカが、ムサカが間に合えば一番間違いがないかなとは思いますんで、できるだけやっぱりね、ムサカが、しっかり次の木馬との戦いに間に合うようにね、最短ルートで中国方面に降下できるように、ハンドリングしていきましょう。ラル大尉、新造戦艦ザンジバルをキャリフォルニアベースに送れとのことです。命令であれば仕方がない。了解したと伝えておけ。しかし、不愉快であります。まだテスト中のものを実戦に投入できますか。それにランバラルならザンジバルがなくとも任務を達成できると思っているのでしょ。ドズル中将は代わりの手配はどうなっておる。ギャロップ級陸戦艇が用意されているとのことです。そうか、受領ポイントに向かうぞ。続いてザンジバルが取り上げられてしまってギャロップに変わるということなので、受領ポイント、ここを目指していきます。どうだろう、展開が少し早いので、ムサカが間に合わないかもしれないですね。はい。ではやっぱり、ムサカは間に合わなそうですが、ザンジバルが、どうだろう、ここウラジオストックに入れそうなので、侵入するために部隊、さらに、振り込んじゃいましょうか。今回だと先ほど介入キャラクター介入のセッティング見ていただいたと思うんですけども、オーバーエイジのユニットはないので、まあ、かなり苦戦はすると思いますので、ぜひ皆さんで、ね、温かい、アドバイスいただきたいなと思うんですけど、まずはやっぱりムサカがですねしっかり入ってきてもらう、地球に降下して戦力になってもらう、戦力化するところからですよね。ウラジオストクに入るのもなかなか一筋縄ではいかないぐらいにすでに苦戦の状況ではありますが、まあ、ザンジバルにはねグランプはじめいわゆるランバラル隊、そしてもちろんランバラルハモンさんなんかもいますので、これらをうまく使ってまずはウラジオストクの確保からですね、しっかり索敵を決めてですね、ミデアから落としていきましょうか。グフ、それにランバラル隊を発進して、確実にミデアを落とします。これでミデアが落とせないようだと、この先が本当に心配なところですが、さすがにミデア輸送機程度であれば、あっさり撃破してくれましたね。さて、ムサカなんですけども、どうだろう。
目的としていたここ北京への突入ポイントはとてもじゃないですけど近づける気配がないですね。ここはもう連邦軍がすでに拠点化しているのでここに入るのは諦めましょう。なので一旦オデッサに降下します。その間はね、既存戦力で何とか持たせます。もうすでに連邦はジムを量産して北京には展開している様子があるので早めに決着つけないと本当にランバラル隊が危ないっていう状況ですね。ではムサカ、まずはオデッサに突入します。まあ、本来だったらオデッサではなくて北京に降りたかったところなんですが、ムサカはここに降りましたね。ランバラル隊の支援という目的を果たすには少し遠い位置に降りたムサカなんですけども、まあ、この後北京、マドラス、この辺りの基地を攻撃するにあたってはすごく重要な役割を果たしてくれると思いますので、このまま北京方面ランバラル隊との合流を目指してもらいたいと思います。さてなかなかですねこの拠点が取れずに苦戦をしているという状況ではあるんですけども、そろそろ決着つけないとそれこそ、時間ばっかり過ぎていってしまうというところもありますので、ここいらでちょっと決着つけたいですよね。はい、ちょっとですねもうウラジオストクの周りに敵が集まりすぎてウラジオストクの占領すらできなくなってしまいましたので一旦戻ってやり直します。最短ルートでウラジオストクを目指すルートにちょっと変えて戻ってきます。では戻ってきました。相変わらず厳しそうな状況に変わりは全くないですね。ここまできついか。これがやっぱりベリーハードの洗礼なんでしょうね。まずはですね武装を少し変えておきましょう。クランプなんですけどもこれマシンガンに変えます。マシンガンの方がやっぱり命中効率は圧倒的にいいと思いますからね。なんとかウラジオストクに入りたい、そこからになると思います。で、あと一つ変えたところがあってですね、もう今ご覧いただいた通りベリーハードの難易度、鬼畜難易度になっているので、レズンはパイロットだけの介入じゃなくて今回はレズン専用ギラ動画、これに乗ってもらうことにしました。それ以外の変更は特にありません。あとはムサカの降りる場所なんですけども、多少無理してでもやっぱり北京に降りたいですね。いや、これだけ囲まれたら危ないな。ザンジバルも落ちないように、まずはね捕らえてもらわなきゃいけないところですよね。ではなんとかですねウラジオストク、ここを開けることができましたので入っちゃいましょう。でランバラル隊ですが、できるだけ敵をねもう減らして奥に越したことはありませんので、落とせる時に数を落としておきたいというところで攻撃だけはしておきたいと思います。もうここにだってペガサス級が来ちゃってるもんね。これはしんどいですよね、やっぱりね。なんとしてもムサカをやっぱり北京に降ろしたいですね。さあ、ランバラル隊。やられた。ランバラルが撃墜された。いや、本当に難しいな。ちょっともう一回やり直します。さあ、ここに入れましたが、突っ込んできた分、ザンジバルのハモスさんがもうご覧の残りヒットポイントになってますね。これでこらえきれれば、まあなんとか、この場をしのげるかなというところなんですけど、どうでしょう。心配ですよね。残れないと3回目の挑戦も失敗ということになってしまいます。さあ、ハモンさん、残ってくれた。これで一旦は、まあ、ザンチバルをウラジオストクに移動させる、移送するっていう作戦自体はね、うまくいきそうですね。
まあ、今回は実は七位もムサカに乗せてあります。なので、まあ、徐々に徐々に回を重ねるごとに強化はしてあるんですけども、まあ、ただ少なくともこのウラジオストクの攻防戦に関してはね、何ら関係はないので試行錯誤がうまくいったのかなというところですね。はい、ギャラップを受領しました。まあ、とはいえですね、厳しい状況は変わらないですからね。物は使いようだ。これで木馬を追いかけるぞ。さあ、木馬ホワイトベースの追撃戦再開していきましょう。10ターンを経過しています。ナンバラル隊、諜報員から新たな情報が入りました。木馬と思われる船が方向を変えたようです。現れましたね。感謝する。すぐに木馬を追跡する。ご分を。マクベの部下も律儀よな。木馬が我らの裏を書いて迂回したことを知らせてくれるとは。さあどうですか、マクベ様のお考えを。心配しすぎだよ、ハモ。さあ木馬はここですが、ギャロップが今ここにいて周りを囲まれている状態ですね。ザンジバルに比べるとやっぱり一つも二つも格が落ちるのがギャロップなので、まずはこのウラジオストクの戦線を突破することが大事ですね。一方こちらにはムサカ、ライル、これは変わらずですね。でこちらには7位にもムサカに乗ってもらいました。オーバーエイジの機体はレズン専用のギラ動画だけなので、このレズンをいかに早く地上に降ろせるかがポイントになってきそうです。なんとか早くで地上に降ろしちゃいましょう。では今回は一旦ここまでにさせていただきたいと思います。この状況でどうなんだろうな。ペガサス級に囲まれていて、ギャロップが生き残れるのか、甚だ不安ですね。